皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ギーコちゃんです。だはい、ということでこちらの動画を見てくださってる皆様、おそらく公式の動画を見てから来てくださってる方がほとんどだと思います。まずはじめに M4 ギコちゃん、今まで応援いただきましてありがとうございました。さまざまな理由、憶測等々が飛び交うかと思いますので、こちらの動画を撮影しているわけですけども、いや、もう完全にね、これに関して言うと、ギコちゃんが全てね、なんて言うんだろう、さまざまな重圧等々に耐えきれなくなってしまったっていう部分がねあってしまったんで、関係者各位様、事務所含めて、応援してくださってる皆様にもですね、深くお詫びをさせていただきたいと思います。申し訳ございませんでした。そして応援ありがとうございました。はい、これからなんですけれども、皆さんと一緒ですよね。普通にモンストを楽しんでる皆さんと同じ目線、公式を楽しむ同じ視聴者として、ファンとしてね、YouTuber であるけども、同じ目線でね、ストライカー活動というかモンストを続けていけたらなとは思っておりますので、今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。はい、それぐらいかな。ちょっと動画の中ではちょっとこう、なんて言うんだろう、セリフ等々をしっかりと考えないで喋ってしまったんで、結構口下手になってしまったんですけれども、ペンペン、ミヤボー、タイガー、桜井、3人ともすげえいいやつなんで、本当にすごいのよ。本当にすげえいいやつなのよ。これもまた、この動画もまたね、何も考えずに撮ってるんだけども、ペンペンに関して言うと、なんて言うんだろうな、何度かその態度が指摘されたことあったけども、真面目だからこそね、ああいう風に真剣に視聴者のために頑張ろうとしたり、本当に視聴者のために、悩む子だったんで、今後とも多分というよりも今後とも活躍してくれることは間違いないと思いますので、皆さんペンペンの応援よろしくお願いします。でファミ通の2人ね、タイガー、桜井とミヤボー、この2人はもうレジェンドですから、モンスト界の。ファンも多いですよね。何回もイベントでさ、 M4 として参加させていただいてますけども、やっぱりファンが多い、愛されるキャラの2人なんで、引き続き応援よろしくお願いします。で次の M4 の方が誰なのか分かんないですけども、頑張ってください。はい、ということで、この動画は結構真面目な動画のつもりなので、ちょっと口下手だからふざけてるんで聞こえると思うんですけど、広告をつけないつもりだったんですけど、やっぱり広告つけます。はい、以上ギコちゃんでした。明日から皆さんと同じストライカーとしてよろしくお願いいたします。